と手抜きに行きます。春、秋、例大祭、8月15日、国会議員になってから参拝欠かしたことがありません。今年も8月15日に参拝をさせていただきました。一国のために命を捧げた方々に対する哀悼の誠を捧げる、これは当然のことと思っています。国会議員である、同時に私は日本人でもありますので、世界の平和を祈念して参拝をしてまいりました。国務大臣、古谷圭司と署名をさせていただきました。二度と戦争を起こしてはならない、その平和の思いを新たにするとともに、かつて戦争で命を落とした尊い英霊の皆様に尊崇の念を込めてお参りをさせていただきました。個人の私的な行為ですから、このことが外交的な懸念を示されるようなことにはつながらないというふうには思っています。またそういう懸念の声が上がるとするならば、それには政府としてきちんと説明していく必要がある、このように思っています。総理に代わって花武士業を務めたということで、代理としては総裁に代わって花武士業を務めた。総裁からどういったことを伝えてほしいとか何か言われてきたんですか。国のために尊い犠牲となられた、ご英霊の御霊にですね、尊崇の念を持って信頼と誠を捧げてほしい、揺るぎない恒久平和をしっかりと誓ってほしい、このことを伝えてまいりました。基調は自民党総裁安倍晋三というふうに主張させていただきます。